はいどうも、金馬の滑らない話第16話始まりました。今回もいろいろ喋っていきます。えっと、まあ、ラジオの方でも以前話しましたし、えー、あのー、この滑らない話でも何回も話している、えー、高校の部活の同級生、中島の話なんですけど、まあ、中島、どんな感じのやつかというと、見た目が、あのー、肌が色黒で、 あの、身長が185センチ、めちゃくちゃ高くて、で、体型がもうガリガリのヒョロヒョロの、もうなんかごぼうの化身みたいな感じのやつで、で、まあ、性格がまあ、クラスの隅っこにいる、ちょっと控えめな感じで、内向的で、あまりなんかクラスでめちゃくちゃ目立つような人気者みたいな感じの、 やつではない。うん、そんなやつなんですよ。で、えー、同じ部活である日、まあ部活中に、その先輩と中島が話してて、先輩が中島に、その、中島はインドア派、アウトドア派、どっち派って、まあ聞いたらしくて、で、まあ中島内向的だし、まあ目立つような感じのやつじゃないから、 まあ僕はてっきりインドアやろうなって思って聞いてたら、中島が俺アウトドア派ですって言って、で、えと思って、僕はもうてっきり中島がアウトドアなわけないって思ってたんで、めちゃくちゃびっくりして、 え中島アウトドアやったんやと思って、意外やなと思ってたら、その直後に先輩が中島に、えなんでって聞いたんですよ。そしたら中島が、俺、めっちゃブックオフ行くんですよって言ったんですよ。いや、バリバリインドアやんか。ブックオフバリバリインドアやんか。どこがアウトドアやねんって思ったっていう、えー、そんな話です。えー、どうもありがとうございました。